ナーさん、ありがとうございました。でも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。9番人気は2番オグリキャップ。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。5番人気6番グラスワンダー。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。優秀たちの最後の大舞台、キャンサー杯決勝。3番人気にはグランプリ馬娘エルコンドルパサー。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、二冠馬娘。8番ライワスターレット。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、グランプリ馬娘サイレンス鈴鹿1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿の8番ガイバスターレット、この2人が競り合っているぞ。最高の立ち上がりを見せたのはサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿軽快にレースを運んでいますね。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は8番ガイバスターレット、そのうち並んでエルコンドルパサー。あとは5番ガイバスターレット、1馬身離れて動くか。そしてそのうちからいったのはオグリキャップ。6番グラスワンダー並んできた。そのうち並んでゴールドシスク、そして1番グラスワンダー。意気揚々と先頭行きます。サイレンス鈴鹿どうでしょう。この展開ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、大きな木を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで何が仕掛けるのか。まだ1橋以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。サイレンス鈴鹿罠を進める最後のコーナー。最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿いざ我が道は。残り400、リードを開いていく。サイレンス鈴鹿、オグリキャップ抜け出したのはサイレンス鈴鹿。見ていてくれ、これが私の全力だ。